っぱってお湯でもいいのね。赤い霧の時のね。あなた霊夢に退治されたばっかりでしょ。はい。いい話のような、そうでもないような。あなたは確か。そうなの、言っても聞かない子っているわよね。間欠犬センター？そう、間欠犬の異変の後にカッパが作ったの。指定のエネルギーを利用していろいろ、例えばアトバロンを動かしたりしてるっていうわ。あなたのお友達が見たのはきっとそれだと思うの。あれじゃないとすれば。あ、じゃあ危なくないの？うん、アトバルーンはともかく、エネルギー源はヤタガラス、つまり太陽の力を持つ妖怪なの。氷の妖精にとっては最悪の相性ね。ダメよ、私のせいで危険な目に遭わせたのは申し訳ないと思ってるわ。でも人魚巨大化の魔法を研究してたら元に戻らなくなったなんて、こんなバカみたいな失敗あんまり知られたくないじゃ。人間にとってはそれだけかもしれないけど、やっぱり霊夢の帰りを待ってからの方がいいんじゃないかしら。ねえマリさん、確かにあなたの魔法の力はその辺の妖怪なんかよりずっと強いし、霊夢に負けまいという気持ちもわかるわ。でも無理してると、いつか命取りになりかねないわよ。まさか、巫女なのに異変に加担するなんて。なんだ？こんなところに、建物が。月は妖怪の源よ。返してもらうわ。2対1で勝てるつもり。マリサとレイムの方は大丈夫かしら。無事で何より。